ハロー YouTube 先生がシガイです。今日はこの場所に来てます。どんな場所か説明してください。ここは昭和20年7月26日パンプキン爆弾かっこ模擬原子爆弾が投下された場所です。この場所で坂本龍馬の乙女姉やんの言葉を暗唱します。暗唱するのはこの言葉です。ではお願いします。一つ相手に言われたらやり返せ、二つ自分から進んで手を出していけない、三つ音が強いけど優しくできない、龍馬の乙女姉やんの教え。成功です。では、トゥギャザー。トゥギャザー、ウィーウィーメイクジャパン、グレイツアゲン。では、いってらっしゃい。